A5404S とは、ソニーエリクソンモバイルコミュニケーションズによって開発され、KDDI の au ブランドで販売された、CDMA1X の携帯電話端末製品、EG ナビ搭載、e g ムービー m サイズの送受信に対応した A5400 番台の、ソニーエリクソン製、CDMA1X 端末としては前モデルの A5402S に続く2機種目で、 A5000 番内の同車性端末としては、事実上最後のモデルである。CPU コアに ARM7、ベースバンドチップは q u a コ c o MS m MSM5100、音源チップは6 4音のヤマハイム A-5、フェーズ2.5の EG アプリ実行環境等を持つ。広告のキャッチフレーズは、ムービーのためのデザイン、ムービーのためのスペック。で、最大のアピールポイントは、 ソニー製のテレビや専用レコーダーなどの機器を用いてメモリースティックに録画したモバイルムービー形式の動画が再生可能なことであった。メモリースティックビデオフォーマットへの移行に伴い、モバイルムービーは1年程度で企画が打ち切られたが、テレビ番組を携帯電話で視聴するコンセプトをいち早く提示した。 ちなみに120分のモバイルムービー動画を再生した後でも30分程度の通話が可能な電池残量を確保していた。ヒンジ回路を120度付近で固定可能で通話用マイク付近にフィルム型アンテナを内蔵し底面をフラットにすることで機上に設置して映像を鑑賞する際の安定性、視認性を高めている。ヒンジは約170度付近まで開くことができる。スタイル。 アップパネル等を用いた外装部分の着せ替えには対応しない。有効130万画素の CCD カメラにより、最大でスックスがサイズの静止画、クベがサイズの動画が撮影可能。パンフォーカス仕様であるが、本体内に設けられたスライドスイッチにより、マクロモードへの切り替えが可能。VGA サイズ以上のモードは、ヒンジカイド120度付近の状態で本体を横に、 傾けて撮影する。8倍デジタルズームは、クベガ以上の撮影モードでは4倍相当となり、ジョグダイヤルを用いた、リニアズームが使用可能。夜景モードやスポット速攻機能、白色 LED4 灯による補助灯なども備える。カメラユニットは、以前の機種で採用していたヒンジブレの搭載から、ディスプレイ側の先端付近に移設。カメラユニットに、 厚みがある関係でメインディスプレイが奥まった形状となっているため通話時にメインディスプレイ部分に皮脂などが付着しにくくなっているが同様の理由で通話用スピーカーはカメラユニット隣に配置され左側にオフセットしている着信通知用スピーカーは2 0ト、mm、ル口径のモノラルタイプクベが解像度を持つメインディスプレイの表示品質を活かした新システムフォント及びメニュー画面を採用 メニュー画面はプリセットの3種類の他に公式サイトで追加デザインをダウンロードすることができた。E メールは最大180文字。イスウェブでは最大225文字を1画面で表示化。漢字変換字の予測候補も5行表示に増加。カラーサブディスプレイは正方形のものに変更。節電状態でも黒背景と白文字を使った情報表示を常時行う。ジョグダイヤルは 従来より幅が狭くなり、ヒンジ部付近に埋め込まれるように設置されている。ダイヤルキーボタンも出っ張りがないデザインである。キー照明は、往年のカセットレコーダーの残量確認照明を思わせるアンバー色。プリセットデータには、中島美香による、雪の花の着歌、松浦正也によるア、Ivo、イナス7シリーズのテーマ音楽の着信音や、効果音、キャラクター時計の Java アプリケーション、 モバイルムービー形式の映画予告編、バッドボーイズ2バットなど、発売当時、光る着世界携帯 A1101S を進化させたような面向きの設計と言われたが、その後開発された A1402S、W21S、A1404S などの機種にも、基本設計の類似点が多く見られた。本体デザインの方向性が類似している、ソニー製ノートパソコン、 バイオ PCGZ1 シリーズと共に持ち歩くユーザーもいた。ありがとうございます。